きっと僕は尋ねられたんだろう。生まれる前どこかの誰かに、未来と過去どちらか一つを見れるようにしてあげるからさ、どっちがいい、どっちがいい。そして僕は過去を選んだんだろう。強い人より優しい人になれるようになれますようにと、思い出ってなんだかわかるように。続けて誰かさんは僕に言う。腕も足も口も耳も目も心臓もおっぱいも鼻の穴も、二つずつつけてあげるからね。いいでしょう、いいでしょう。だけど僕はだけでいいですと、僕が一人で喧嘩しないように、一人とだけキスができるように。忘れたいでも忘れない、こんな想いを何と呼ぶのかい。忘れたいでも忘れない。
手数をかけました。最後に一つだけいいですか、どっかでお会いしたことありますか。